当にもう。綺麗って。歌も最高。歌もめっちゃうまいし。いいよなぁ。あやなりさん。最近マスター私に厳しい。そういうの綺麗じゃないけど。なんで好きやし。ひふみさん、わちゃこさん、MC とおぼえさん、こんばんは。ラジオネーム、たかぼです。朝から重大発表、重大発表と引っ張るからまさか再婚、出家、それともあの方、プーさんが二度目の来店と考えてました。さて、本題。本題こっちじゃないんだよね。変身願望はまず大人になってからはないですね。子供の頃は数々のヒーローに変身してみたいとは思いました。そうですよね。ここで、変身とかけて坂上二郎さんと解く。その心はいつも飛びます飛びます。知らないでしょ。僕分からない。多分分からない。すいません、勉強不足で。座布団何枚ですか、バチコさん。100枚。投げやり。優しい。優しいじゃない。100枚ぶん投げたよ。あれトラックの2台から100枚ダーッと落としたくらいの。広い。100枚持っていける。数いける。ありゃってきて。ヤキさん、さすができるキャンチ。あ、キャンチは何、ね、エミス最高でしたねって、ヒンガーさんも。やっぱり見たんだね。ナルトロさん、というか、タカボさんはラジオのキャラクターは普段とのギャップがありすぎて、すごく変身してる気がする。うん、タカボさんもラジオ番組やってるんですよ。うん、こっちで。FM ギノマンで、あの番組やってる方で、それも、リスナーさんから番組に入って、内地から、あの、収録、あ生配信か、今、うん、やってて、30分番組やってます。で、こっちに帰って、ナルトラさんもこっちで番組やってて。いっぱいいっぱいあるんですね。そうそうそう。うん、これみんなね、うちわで回してる番組なんですよ。水場じゃないけど、結構ね、番組やってる方多いので、このラジオやりたい人っていうのは、どんどん出てきたらいいなと思ってて。そうですよね。うん、ここでやるからこそ、なんか、そうそうそう、コミュニティだからこそできるみたいな。絶対あると思います。そう。さあメール行きましょう、はい、ラジオネーム進撃のめいちゃんからメール来てます。はい、あ、聞いたことある名前。本日もビースターかっこお風呂場、お風呂場じゃないから、の生放送お疲れ様でございます。じゃあちょっとお風呂場っぽくしてくる、うん、今日のゲストはわちゃこさんと名前が独特の MC とおぼえさん、こんばんは。こんばんは。今日一日ずっとラジオで猫の話ばかり投げてきためいちゃんです。わかる。どこの曲もテーマ猫猫猫で。なあ、めいちゃんな。そして変身願望。私の中での変身願望は、やっぱりモデルさんよね。ああ、まあね。センちゃんみたいな、あのスタイル。あの、センちゃん、タバセンジュでしょ。タバセンジュさん知ってる？な、うちなんち知らないんだよね。知ってる？タバセンジュさん。僕わからない。アギジャビオーイ。あの、沖縄の、あの、アイドル、モデルのネーネーで、めっちゃスタイルいいんですけど、ワッター長女の同級生なんですよ。仲良くないみたいな。画像のように着物姿も、着物姿や水着姿も可愛い。変身ベルトがもしあればガラッと変身したよね。そしてわちゃこさんをこの前に質問したんで、名前が独特の MC とぼえさんへご質問。ズバリ、あ、これ聞いてないな。なんでこの名前にしたんですか？MC とぼえ。最初ラップ始めた頃の名前が、はい、リル・アールっていう名前だったんですよ。リル・アール。リル・アール。はい。で、これは、まあ、その、さっきちょっと言ったロデオさんっていう方が自分がラップするきっかけで、はい、もうこの人がもう自分めっちゃかっこよくて、うん、ちょっと、ロデオさん、あなたのお名前を、ちょっとお借りしていいですか、うん、MC ネームにって。ああ、そういうことか。その、リトル、リトル・アールだ。そう。で、リトル・アールで、リル・アール。リル・アール。っていうのが最初きっかけで、うん、まあ、ずっと、まあ、5、6年、ずっと自分で一人でソロでずっと活動してって、うんうんうん、で、もうそろそろロデオさんが、うん、もう俺の別に、なんだろう、もういいだろう、もう肩書きも、うん、看板いらないんじゃないかって。いらんじゃない、もういらんでしょ。うん、っていうことか。考えてみ自分でってなって、うん、で、もう考えた結果、やっぱ自分の声を、もう本当もう遠くまでずっともう響かせたいっていうか、もう、うん。なるほどね。そうなんですよ。このそれでやっぱ自分のスタイルとかも本当になんかこう魂の、はい、なんていうか、あの叫びじゃないけど、うん、なんかもうここで歌ってるみたいなところも自分もあったから、うん、もうその俺の声をそうもう届けたい届けたいっていうので遠吠えっていうもう本当にシンプルに、はあ、そう、あの MC 遠吠えで
素晴らしい。素晴らしい。え、じゃあちょっと言いたいこと。はい。あの、オカホンって言うんですけど、オカホンは近吠えって言います。自分たちバンドの。オカホンっていう方がいる。近吠え。近吠えって。なんで？声がちっちゃい。遠吠えだから遠いから近い。うんいない人のあれ、それだ。今度、じゃあ、近森さんもこう、ヒーフビズバー来てもらって。ワタジャゴアバンド。はい、そうですね。あの、ワタジャゴアバンドでヒーフビズバージャックするっていうのはどんなですか？あ、いいんですか？ジャックする方募集してるんですよ、番組で。番組を。乗り込んでいいとかですか？乗り込んでいいっていうか、もう突然来られると困るけど、スケジュールがあるので。ジャックってどういうことジャックって。あの、オープニングから僕喋らないで、皆さんで喋るっていう。え、僕は提供これです。あ、僕はミキサーだけやる。ねえ、そんな、ファンの方がびっくりしますよ。いや、いいんですよ。そういうのやってるんです、たまに。やって、え、画面には映ります？新しいスタジオだったらいけるんじゃない？じゃあもう出てる。ファンには。リスナーさんも結構出てる、これで。さっきメイちゃんもこっち。リスナーさんも出るんですか？リスナーさん募集して、メイちゃんもこっち番組やって、基本です。2時間。リスクこにゃ番組でやっていいよったら、リクエスト番組やりやがって。すごい。俺ずっと喋れんでか、ずっと曲チャー探しよ。だって、あの、僕がラジオ好きで番組できてるんですけど、スポンサーさんがたまたま いるので、はい、あの、まあ、自分の持ち出しもあるんですけど、うん、番組させてもらってるんですよ。はい、で、ラジオ好きな方で番組やりたいって人いっぱいいるんだけど、お金かかるから、試しにもできないさ。ああ、そうですね。だったら、じゃあ、ヒーフミズバーでその枠使っていいよってみんなに声かけて、やりたい人募集してる。例えば、だから、東部さんが一人で、にゃんにゃん放送やってます。見たい!2 時間、2時間。お金かかる。バスぐらい見てみたい。マジで？いや、冗談だけどさ。でも、だけど、でも、あの、好きな曲だけかけるとか。あいつかやりたいのは、僕、あの、ライブのアルバムを丸々かけたわけ。ああ。一つの番組で、はい、あの、アルバム、ライブ版を最初から最後までかける番組ってないさ。ずっとかけ、ノンストップでかけたわけ。やりたい。好きになってもらいたいって。好きに、まあ、普通のラジオではやらないことやりたいな、うん、一曲一曲説明するのもうるさいし、黙って聞かせれと思ったりするから、と思ってたら、毎週、今月曜日の10時からの番組で、曲はずっとかけっぱなしの番組があるわけ。すごい。オープニングからラストまで曲ずっとノンストップでかけて、男女二人いるんだけど、コウさんとカオンさんこの二人はツイキャスでずっと喋ってる。放送では音楽流しといてツイキャスでずっとおしゃべりしてるって。俺あれやりたかったわけよ。それやりたかったけど、例えば好きな佐野元のアルバム、あのライブバージョンかけながら、佐野元の話をツイキャス見てる人たちと、あの、このアーティスト、あれだよね、こうだよねっていう話とか、音声みたいな感じ。そう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 、面白いっていうのやりたいなと思ってやってて、だからそんなのもありだし、あとリクエストもそうだけど、例えば、あの、なんか、死にマイナーな曲だけかけるとか、あ、好きなアーティストの、この部分超面白いって言ってから、あの、そこだけ何回もリピートしてかけるとか、でもいいし、そうそう、お悩み相談番組とかも大丈夫だし。ああ、集まりそうですね。実際、あの、コロナが入り出した頃に、ね、あの方は、おばあちゃんがうちのアンチュで、東京、に住んでて、はあ、でドイツかどっかスウェーデンかどっかに留学してる人がいて、はい、うん、たまたま今回このコロナで沖縄に帰ってきたタイミングでもう出国できなくなった。でも本当にコロナが最初に第一波の時、はいはいはい、でたまたま沖縄にいて、でこっちの誰かの紹介でヒーフミズバーを知って、こっちで番組やりたいって来て、そしたらこの方インスタが何万人ってフォロワーがいて、インスタのリスナーさんからお悩み募集して、そこでインスタで配信しながら放送でやってっていうのをやった方がいる。うん、いいですね。そう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 。だから番組やってみたい方、あの試しにやりたい方、僕ヒフミズバーにメールしていただければ、あの受けますよ。うん、一応あの放送局で大丈夫な内容であれば。エッチなのも全然 OK。 こっちあのバカばっかりだから FM 系はやばい連中多くてエッチなのも多いんですよ。こういうの欲しいと思いますよ。9時からもらうんだ。アンジェリータのワチョコさんのデブあるある2時間耐久番組みたいです。いや
つもボケてくるな。うん。面白っ。誰がやばい人じゃいって。そう、あなた方よ。沖縄大好きさん。沖縄大好きさんもね、やばいんすよ。FM ギノワンでは毎年、この、10月のハロウィンに、うん、ハロウィンのコスチュームでコンテストやろうけ、リスナーさん、パーソナリティさんと番組スタッフが、うん、SNS 差し上げて、で、いいねが誰が多いかって競うんだけど、うん、リスナーさんもやっていいよって言ったら本格的なもんこの人作ってくるわけ。すごい。めっちゃやばい。着ぐるみじゃない、あれなんか正義のヒーロー。おー、この間第一番だった今年。はい、第一番。作って持ってきて。作って、すごい。デージだよ。誰がやばいんだろう。私がエッチな人です。あやなれさんはエッチでした。あやなれさんはエッチでした。だコロナ明けてからも元に戻ったらやろうかなと思ってるのは、皮膚水場では、リスナーさんがギャラリー来たらスタジオ入れてた。あ、すぐ。こうやって喋ってるゲストさんの横にリスナー、一応了解もらって、入れておしゃべりしてもらうっていうの。バーっぽくなるさ。例えば僕がわちゃこと喋っててメインで喋りながら隣で遠吠さんとゲストギャラリーの人たちがちょっと普通に喋ってるのちょっとボリューム落として拾ったらちょっとガヤガヤするさ、ちょっとバーっぽくなるなと思って、すごで募集リスナー来たら入れてたうちの一人が綾成さん。こういうプロデュースするの好き、わからん、わからん、好きなのか、なんかね同じのやりたくないなと思って。そうなんですよ。今後も皮膚水場はいろんなゲストさんが、今、つばつけてるからいっぱいいるんで。超有名な人がいっぱい来ますよ。皆さん、お楽しみください。はい。さあ、メールまだあります。皮膚ネーム、沖縄大好きさん、これやばい人だ。沖縄大好きさん、皮膚水さん、キャンさん、ワッタージャーゴアバンドのワチョコさん、MC とおぼえさん、こんばんは、ごくんちょ。ごくんちょ。それから、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、変身願望。僕の変身願望、舞台をやっていたのもあり、はい、いろんな役に変身しました。うん、中国の殺法師や、琉球王国の三士官など、うん、FM ギノワンでやったハロウィンの仮装もそうですね。うん、変身願望をあげると、僕なら、あげるなら舞台で言うと主人公、沖縄が舞台なら沖縄のヒーロー、偉人たちなどなど、音楽が得意な自分や、音楽が得意な自分や、運動が得意、手先が器用な自分、いろいろ変身してみたいですね。手先が器用になったらヒーローのコスプレして本格的に変身してみたりっていうのはありですね。いやもう完全に手先器用だよ、もう十分。今パッと浮かんだのはこんな感じです。いいね。さあ、ツイキャスには全然関係ないコメントしてる。明日のマイオアシのメールしてきた。はや、他の番組にメールした話、こっちに報告しなくても。テーマ何だった？教えて。フィンガーさん、今宵もお話が進む、楽しいトーク、やばい、明日仕事行けるか、俺。大丈夫、大丈夫、行ける行ける。僕が行けるから、あなたも行ける。なんか、いいこの空気、好き。なんか、いいっすね。ナルドラさん、コロナ前は結構行ってました。そう、ナルドラさんもリスナーとしてギャラリーに来てた方なんです。本当に知らない人も来て、酔っ払って。大丈夫だったけど。あやなり、彼氏ができたら、彼色に変身してた。わお。わお。主婦よ、主婦。テーマ、誕生日の思い出。ああ、高子さん、明日のマイオアシスのテーマは誕生日の思い出ね。誕生日ね。明日しよう。ヤンポーさんも、みんな一つ聞いたら、いろんな言葉、うん、アンサーが返ってきますけど。誕生日の思い出ってあります？誕生日の思い出。7月31日と11月10日。誕生日の思い出。ないな、この2人。ないな。いや、絶対あるんですけど。なんだろう。なんか、自分は、うん、なんか、あんまり誕生日を祝ってもらうっていう機会があんまなくて。ほう。そうっすね。なんか、別に仲いい友達、もしいますけど、うん、別に、ただ普通にメールで、おめでとうみたいな、うんうん、とか、はい、が大体だったんで、まあ、まあ、特に会なんかパーティーみたいなことをやることもなく、うん、でたまたまですごい仲いい男の子がいて、うん、もう幼馴染みたいな子が、うん、でこの子とまあお互いになんかプレゼント交換みたいな、うん、この子も11月前で、おだからもうお互いにもう買いなんかね、うん、買い買いこうみたいな、はいはい、なんかして行こうってライカム行って、うん、で
まあ最初にじゃあ俺が友達のじゃあなんか買ってあげるよっつって、うん、でこのエクストララージっていうあのお店がゴリラの、うん、あっちに行ってちょうどまあ冬の時期でアウターとかが売ってて、うん、結構いい値段しますよそこも、うん、そう俺ちょっと知らんくて、うん、あのでまあ何がいいかっつって、うん、友達がこのなんか MA1 みたいな、うん、ああ結構いい値段するあれそうあれをまあこれめっちゃいいなみたいな、うん、でまあ他に見てみっつってあまあちょっとなんか長袖のやつとかもなんかあって、うん、あこれもいいなっつってまあごめんせめて一つにせよっつって、うん、あじゃあ俺 MA1 で一番高いやつでもう値段も見ずにあのこれっつってまあ大体1万5000円ぐらいかなみたいな感覚なんですよなんか違いますよそう全然やばいっすあっちでしたらお会計がなんか4万、うん、めっちゃ高いだいまして俺あの彼女のプレゼントですら最高額が2万2000円なんですようーんでもこの結構いいねでも2万2000円頑張ってですよ、うん、でもこの4万5000円、うんってなってもう友達も後ろにいるから、うん、もう引けに引けなくて、うん、もうちょっとクレジットカードで配ってやってもう分割払いでみたいないやー高いよあっちはびっくりしましたねやばいよ、ね、高かった誕生日の思い出ないなあの元カノのとかも誕生日僕の誕生日ですね僕の誕生日はなくてうん、誰だった元カノだったカブルの話だ今、うん、あれカブルはそうそうないです別にいいじゃんかメール行こうかまだ来てるんで一回 CM 行きましょう CM ないですこんばんは、牛乳は飲めないけど牛乳デリバリーに徹するひふみさん今家事終わり右手これなんか疎いから、メール難儀途中から聞いてますがゲストさんの皆さん確認しようと YouTube 見てもアップされてないのですがラッパーオレンジレンジのようなバンドここでテーマ変身願望もしひふみさんみたくフドマギーだったらタキシード着て中野町や那覇の繁華街でハメ外したいタキシード着てハメ外したら捕まりますねやばいっすね潜在意識でモテないと認めているからか異性には縁が…深夜に、無ぬ歓迎して眠れんゲストさん、忖度なしでお答えいただけたらお答えください。やはり男は度胸じゃなく、懐具合がある方の方が有利ですかと。絶対ないと思うよ、それは。うん。うん。いや、懐のことはマジで関係ないって思ってますね。ハートですね。ハートだそうですよ。だと思いますけど、ね。なんか、普通に言うけど。うん。自分がでも嫌なのは、うん、あの別にでも、自分でもナンパとかしないんですけど、うんなんかやっぱたまにいらっしゃるのが、はい、そのなんかナンパっていうかこのバーとかで、うん、こう女の子の話しかけて、うん、あのなんだろう相手の感情を全然理解していない感じで、うん、なんかもうどんどんこのグイグイ行くなんかもう明らかにこのわちゃこさん女性だったら、うん、もう顔もなんかしかめっ面っていうかうん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 みたいな相槌してて女の人はそうそう、うん、でなんかもうこんな感じでも相手に背向けてるみたいな、うん、明らかにこっちに興味ないのにもうずっとなんかもう押してる押してなんか押したらいけるみたいなやつとか見るのは俺めっちゃうわなんか残念だなって思いながらあの見てはいるだからそういうなんかね線引きの仕方とか上手い方は俺めっちゃコミュニケーション能力だよねうん、うん、いいと思いますよそれそう、そういうことだと思います質問まだ来てますよあ南国のパイナップルさんからラップ、はい、洋楽邦楽問わず尊敬するラッパーは誰ですかと聞いた俺もこの方が書いてるエムネムドクタードレイドレイドレイランディ MC とか聞いてましたね誰誰も聞いてましたねその今言ったドクタードレイさんとかもねエムネムさんも全部あのディランディ MC も、うん、皆さんも聞いてたんですけど、うん、でも自分が多分今尊敬してるっていうか、うん、もういっぱいあるんですけど、うん、いっぱいあるなどうしよういっぱいあるないいよ全部いいよ全部いいよ全部よあ、まあ、9分あげる9分あげるあ、だからまあもちろん沖縄のラッパーの人はもう自分はもう基本大尊敬してるというか、うん長寿さんもそうですけど、うん、エイウィチさんさっき、うん、ねでしたのであと、うん、オズワルド君とか、うんチコカリと椿さん、うん、まあ本当にキレがないんですけど、うん、でまたなんかもう県外の方でも自分ゾーンっていう方が、うんめっちゃかっこよくて、うん、この人の曲がなんかこの家庭の事情とか、うん、なんかまあマイライフって曲があるんですけど、うん、なんか歌詞がもうかっこいいんですよ、うん、
で、うん、この人結構あの身なりとかがそんななんかなんか売れてかめっちゃ売れてる方ですよ、うん、売れてる方なんですけど、身なり結構普通なんですよ、うんうん、着飾ってない感じ、うん、でもう歌詞にも、うん、なんかブリブリのネックレスは持ってないみたいな、うん、だからただなんかなんだろう、ここに誇りを持ってたいみたいな感じでなんかこう言ってる人で、なんかこの洗濯物を干すのもヒップホップっていうなんかこのワードがあるんですけど、もう普通の生活だ、そう、もうこの生活をいかになんかやっていけるか、もう家庭を守れるかっていう、その自分の生き様をその歌詞に載せてる人がいて、ゾーンって方はこの今アンジェリットのユーガがゾーンの Walk This Way 好きです。Walk This Way、 Walk This Way もうめっちゃいい、ね、これ楽曲どねってもう iTunes にはある、 iTunes もありますよね、ゾーンって方、ゾーンって方、あ、はい、もうチェックしてみよう、はい、ぜひ、もうめっちゃかっこいいんで、うん、いいですね。しんちゃん来てます、なんとか間に合った、こんばんは、はい、こんばんは、いらっしゃい、大阪から来てますよ、すごい、またジャガバンドです、はい、ワッタージャガワバンドも応援してください。よろしくお願いします。さあ、最後のメール。ひみさん、以前約束した沖縄テレビの、女子アナウンサーはアポ取れましたか？取れたかな？誰のこと言ってるのか忘れてるんだよな。教えてください。昔、エイビッチさんは角膜釈迦とコラボレーションしてますよ。この方、音楽好きなんですよ。なんか答えになってるんですよ。いいね。変身、これからお二人はどんな変身をしますか？ああ、これから、はい、これからの変身はやっぱ自分は、うんうん、このまあ仲良くしてもらってる友達先輩とかいらっしゃるんですけど、うん、本当に僕のことをでも応援してくれてる方とか、うん、この人らが僕のことをもう自慢してほしいみたいな。例えば先ほど言ったみたいな、エイウチさんとなんか、うん、なんか飲んだよとか、うん、あ、友達だぜ、エイウチ友達だぜとか、うん、でそれをもう MC 言われるような、あ、MC と友達だから、うん、みたいな、めっちゃ酒飲むよとか言われたい。いや、いいっすね、いいっすね、それだけっすね、いいっすね、はい、じゃあ皮膚水バーのジングル作ってください。20秒ジングル。マジで欲しいんだよな。でもあれだと思う、曲作れる強みって、その自分が知ってる人の、うん、他のまあ有名なテレビラジオ番組のミサティーサージとかのジングル勝手に作って送るとか、うん、ああ、そういうのもあるんだ、うん、すごいっすね、あるよ、すごいあるよ、いろんな番組もそう使われますよね、 CM 前とかの、うんうん、はあ、うん、マジで勝手に作れば、勝手に作って送るっていうのはありだよ、うん、マジで。マジっすか。本当に本当に本当に。何が起こるか分かんないっすか、ね、そうそう、何が引っ掛けるか分かんないっす。個人配信で YouTube で何かやったりするよりも、うん、ああいうところに投げた方が、帰ってくる可能性は俺高いと思う。うん、やってる人少ない。そう、やってる人少ないはず。はい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 、手挙げる人をちょっと見ようと思うさ。作ってる側も。これで捕まったら受けるけどね。うん。めっちゃ嫌だね。それ嫌だ、それやばいっす。最近迷惑メール送るのがいるよなっつって。さあ、わちゃこさんはどんな返信、どんな返信したいですか。僕最近ダイエット始めました。このライブに向けてちょっとライブし、うん、ダイエットしてるんですよ。うん、もう今9キロ落ちました。おお、すげえ。来月のライブまでに15キロ落とすって約束してるんです。みんな、うんうんうん、でそっから一気に東京ライブまでに、うん、ちょっと90キロ台とか。今何キロ？今言っていいのかな、いいんだね、104か、104ぐらい違った、うん、5か6だ、100キロあるの、115キロあったんですよ、見えないな、そうなんです、うん、お腹がすごくて、うん、で9キロ落ちましたよ、あ、すごいっすよね、そう、で今その来月のライブで、うん、みんなで公開する遠吠えが8キロ落とす、そう、18キロ落とさないといけなくて、はい、そんなにないでしょ、いやでも一応自分もそうお腹がやばくて、でも30ぐらいから太り出すんだよ、めっちゃ太る、僕が一番太ってたのが30の時、98キロまで行って、ずっと太ってるか分かんないですよ。100キロ超えなかったんだよな、俺行きたかったけど、僕は見に来てください、3215っていうライブ、3215ね、そこで公開するんで、アンジェリータも出るし僕らも出るんで、そこに力かけてる、さあ、番組、ライブの告知もそうだけど、ラジオ番組とかの告知もしましょうか。いいんですか、番外やってもいいんですか、はい。
いいでしょ。おきらじさんで出ます。はい、おきらじさん。じゃあ、おきらじにて、はい、僕ら、ワッタージャーガーバンドラジオ、うん、FM85.4、うん。はい。毎週木曜日、うん、7時から8時。はい。で、1時間、ワッタージャーガーバンドラジオっていうのをやらせてもらってます。うん、はい。で、まあ、なんか、僕らもなんか、今週のテーマトークとかなんか決めたりとか、うん、まあ、リスナーさん交えながらなんか、うんうん、一緒におしゃべりできるような感覚とかも作りつつ、うん、はい、で最近からちょっと僕自体がなんか結構怖い話とか好きで、ああ、そう。今日からちょっと、そういう、コーナーが、今日のコーナーあれなんだ、ゾッとする話。ゾッとする話。うん。っていうコーナー、コーナー名は？コーナー名は、あの、ジャーガートラウマナイトっていう。トラウマナイト。ああ。怖い話募集してるのね、うん。そうです。怖い話が募集してるんで、もう、うん。今日からあのコーナーや。今日からやりました。ファッションクオリティ高さよ。ゾッとする話があって。えゾッとする話があるんですけど、今日一回も振られなかったっす。ああ、そうだった。それをと準備しないとやけど。やばい。もうお客さんからの話とかあったりしたから。だったや。すいません。いえ、全然。わこの話をこのあと2分あるこの時点で言うのがゾッとしてるんですよ。あれメールアドレスとかもある？メールアドレスがありますね。あ、ちょっと見ていいですか？オキラジ、オキラジのメールアドレス。そうぜひ皆さんチェックしてください。あすみさん起きてますか？あすみさん仕事ですよ。ツイキャスにオキラジのメールアド書いてください。番組情報ゲストとかも言ってんですか？ゲストで言ってんですか？3月、まだ決まっちょっともうほぼ決定になるかもしれないけど、うん、3月14日にミュージックシャワーに僕のメンバーで、うん、あ出る、はい、おーマリさんとタイガさんの日かな。これ喋っていいの？こっちで。こっちはいいけどラジオ琉球放送できるのは大丈夫なの？はい、嘘でーす。え、ダメなんですかこういうの？わからない、俺あっちの事情。はい、嘘です。で放送局ってさ、ギリギリまで漏らさんばい。あ、いや嘘でーす。なるほどね。言うなよ、書くなよ、内緒だよ、みんな聞かなかったことにしてる。そうです。今の。いや、ひふみずばに聞いたけど、今日出るのいつ？ 14 日 ?3 月14日って。ホワイトデーに。ホワイトデーにひふみずばで聞いたけどって、みんな、ひふみずばで聞いたって書いてメールしなよ。ワッタージャーゴは出るの？あ、あすみさんすごいです。さすが。ありがとうございます。あすみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にお願いします。YouTube もやってるんで。はい。南国パイナップルさんが、たくさん怖い話あるよって。ぜひ あっちに番組送ってください。メールアドレスが fm854.co.com ですね、うん、後ろの数字なんだこれ。これあれなの？ Twitter とつな、あ、X つながってるんですか？あとでワッタジャーガーって言うと僕いいねをしますんで、ああ、友達になってください。あ、そう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 、ね、SNS も皆さんぜひよろしくお願いします。はい、え、何なんだし、何も聞いてないよ。うん、何も聞いてないよ。下手くそか。はい、気がついたらあと29秒ということで、ひふみずばそろそろ閉店の時間です。今日は、はい、自己紹介最後に。今日お届けしたひふみと、あ、ワッタージャガバンドの、ラプタントの MC ともりです。わちゃこでした。はい、わちゃこの実家ということで、ひふみずばバイバイ。皆さん、BGM はずっとワッタージャガバンドの曲でした。ありがとうございます。ツイキャスまだ生きてますよ。はい、にゃんにゃんしてサービス佐藤。やばい、1回しかやらなかった。もう次の放送とかライブでもリクエスト、にゃんにゃんでリクエストするんですよ。やばい、もう顔が赤くなってる。何や、できたんじゃない？わちょこの実家とかじゃなくて、にゃんにゃんやろ。いやいやいや、にゃんにゃん、どうも、よろしくお願いします。にゃんにゃん。いいね。ほら、もっとほら、来てるってよ。感情がこもってきてるって感情がこもってきてる。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。次の番組の人たちが来るので、スタジオ開けます。ツイキャスの切り方はキャンさんが分かる。あ、キャンさん来た。キャンさん、ツイキャスお願いします。皆さんどうもありがとうございました。来週はリクエスト特集やりますよ。リクエストのテーマは登場、自分が登場曲する、登場するとき登場曲。おー、出囃子。出囃子だ。出囃子をリクエストします。以上です。